もっと外の世界に目を向けてみたかったからです。まあ、こちらも高校時代のエピソードなんですけども、その英語の先生からですね、その留学に関するエピソードを教えてくださりまして、でその話を聞いた時にすごく留学に対してポジティブなイメージを持つようになりました。でその中で僕自身は県内の進学でかつ留学のシステムが整っている大学に進学したいというふうに思うようになりました。でその中でいろいろ探した結果、この大学がマッチしているなと思いましたので、この大学に進もうという決断になりました。もう僕がおすすめする授業はイングリッシュプレゼンテーションという授業になります。その英語を使って、その論理的に話す技術を身につけることが、できるからです。でこの授業は授業名通りに、英語を駆使して、プレゼンをするんですけども、その英語を駆使して話すっていうことが、結構難しいんですよね。ですけどその慣れていくにつれてここは伝えたいという部分をしっかりまとめてお話、話すことができるようになりますので、そうしたことが、やはり勉強になったのかなと思います。でまたこの授業を、履修したからこそ、いわゆる就職試験でその面接を受ける際に実際に話したいことはこれだっていうことを先にしっかりとお話しすることができましたので、今後に役立つ力を身につけることができたので、この授業はおすすめです。私は銀行に志望していました。キャリアセンターのサポートを主に利用しておりました。その中で、履歴書やエントリーシートの、そして、また面接練習のサポートをしていただきました。エントリーシートの文章を書くのがとても苦手で、自分の経験を文章に起こすということがなかなかうまくいかなかったので、サポートの方と一緒に話していくことで徐々に、自分の経験を引き出すことができて、文章もどんどん長く書けるようになりました。面接練習の方では、質問をされてそれに一つ一つ答えていく、自分の思いを素直に伝えるっていうことが、最初はなかなかうまく いかず、何度も何度も練習していくうちに、自分の気持ちを素直に話せばいいんだよっていうのをキャリアのサポートの方が言ってくださって、その練習を重ねることに、うまくなっていくことができました。銀行の就職にあたってはキャリアセンターの中には元銀行で働いている方々がいて、銀行に関する資料をたくさん集めていただいて、その銀行に入った後もこういう環境があって資格を取りやすい環境にあるよっていうことを教えていただきました。他にもここの銀行の強み弱みを一つ一つ詳しくお教えいただきました。そうですね、それを面接に組み込むこともだんだんうまくできるようになってきて、銀行にさらなる興味が湧きました。はい、私が大学に入って成長できたと感じた点は、ビジネスコンテストに参加したことです。ビジネスコンテストでは、チームでビジネスの企画を考えてプレゼンテーションを行います。その中でチームでの意見のぶつかり合いなどがかなりあったのですが、また情報をさらに集めて分析して話し合いを何度も重ねて、意見をすり合わせて満足のいくプレゼンテーションを作成することができました。まずそれぞれチームの違う意見があっても話し合いを重ねたり、さらに新しい情報を取り入れていくことでどんどん意見がまとまって、また別のもっといいこっちの案があるよっていうのを、チームの中で話し合うことができました。でそれがすごく面白いと感じましたし、自分が成長できたなと感じる点です。この大学に入学したら、その学内の活動と学外の活動を両立してできるということが一番の特徴なのかなと思います。学内でありましたら、先ほどもご紹介しましたいわゆる特徴のある授業、イングリッシュプレゼンテーションですとか、あとはサークル
活動にも、しっかりと従事できると思います。また、学外では、留学ですとか、千葉市の方で運営されている、コミュニティの中でのボランティア活動、あとは、千葉ロッテマリーンズのインターンシップにも参加してきました。ぜひ学内の活動と学外の活動を両立して、チャレンジしてほしいなと思っています。